いや、ソフトってそんなに甘くないですよ。ああ、もう一つ、ね、でこれを知った上で、言い方悪いけど、何が何でもプロ、まあ、野球、まあ、カープだけじゃないところはあるんですよ。でも一番はカープにしがみつく方法がいいわけよね、野球に携わるなら。まあそうですね。まあ、で、こういう、そういうことです。そういう意思を教えてもらわなくても困るわけですよ。そうですね。しがみつく執念っていうのがないとレギュラー取れないんですよね。そうですよね。で、阿部の態度を見てると、あ、やっぱりレギュラー取れなかった。国母もそうです。なんでかって言ったら、手放したから。用意したポジションをね。いろんな理由、わかりますよ。自分の人生だし、いろんなとこを見てみたいとか、いろんなことを経験することは大事なんですよ。でも、レギュラーを取る人たちって、そこの執念は、何が何でも手放さない気がするんですよね。逆に。これ、阿部選手としてはまず今回トライアウトということ。もしかしたらね、もちろんそうは言ったって、トライアウトでね、うまくいくという可能性もあるじゃないですか。あるとは思います。まあ、とは言っても、まあ、はい。とは言っても、ゆくゆくカープのコーチに戻っていく感じ、まあ、もしくはフロント側にっていうか、可能性が高そうだと。私はね、一回カープは3軍育成か2軍の打撃コーチあたりには戻すと思うんですよね。なんかそんな感じしますよね。で、カープにしてみたら、まあ、安倍が自由契約を選んだんなら、まあ、それはそれだと。なんとなく、こう、昔のカープのコーチにいたような、割合、こう、厳しめなコーチに安倍選手はなりそうな感じがしますよね。ええ。まずはそこは、やってくるんではないかなとは思うんですよね。だから安倍に関して言えば、カープにしてみたら、とにかく怪我待ちだったんですよね、ずっと。惜しいですね。やっぱり2軍といえども2回も盗塁を取って、ある程度いろんな守備位置守れて、で、バッティングはセリーグで4位を取って、で、まあ、パンチ力もあると。投手全部揃ってる。でしたからね。そういう。はい。だから、要は、まあ、いくつかね、その、まあ、腰痛の問題があって、外野、一番腰の負担が少ないであろう、レフトの守備、まあ、山本浩二さんが腰痛が重くなってレフト、まあ、当然年齢上の走力の問題もあって、レフト、まあ、肩は何の問題もなくて、まあ、当然強肩で何回か刺してはいますけど、まあ、走力と腰痛の問題でレフトに回した形で、阿部の外野もそっちを中心に、やりたかったみたいなんですが、いかんせん、練習ができる体にならないんですよね。
まあ、実際あの一軍の試合でも2012年、13年、16年、21年と外野試合出てるんですけど、3試合とか2試合か1試合のそんなもんですから、まあ、ほぼほぼ、やっぱりなんだかんだで三塁かファースト。三塁、ショート、まあ、セカンド、ファースト。若い頃はセカンド、ショート多かったですけども、ほぼほぼ、まあ2016年ぐらいから、ほぼ、まあ、ほぼ、ほぼ、一塁か三塁ですね。そうですね、サードからファーストですよね。はい、なので、で、ここは、まあ、笹岡大勢がもし A クラスで残ったにしても、はい、まあ、今回、まあ、次期監督はもう新井さんにカープ、まあ、シフト、まあ、笹岡監督の次は新井さんだというシフトをしてましたので、笹岡さんの4年、まあ、4年目にしても、新井さんの1年目にしても、はい、多分、もう、猛練習の守備練習を課されることは間違いないんですね。そうですね。あ、そうでしょうね。まあ、当然、特殊を、特打を含めて打撃の方かもしれないんですが、うん、少なくとも守備も含めて、練習量の厳しさは、野村健次郎さんの時代とか、まあ、大下さんがやってた山本浩二大下さんのコンビの時代のように、一度戻すと思うんですよ。これに、安倍はもうついてこれないっていうことと、ついてこれないんじゃダメだって切るわけにもいかないんですよね。契約した場合には。そうです。なので、もう、この強、もう強烈な猛練習が待っている状態で、まあこれ山口翔にも言えるところはあると思うんですが、もうカープのフロント側の今回の自由契約は、猛練習について来れない人は契約できませんなんですね。そういうことなんでしょうね。やっぱりね。だから、大瀬良とか来るとか、もう、ある意味、調整は任せます。っていう人たちは、猛練習の、まあ、対象外になってきますので、まあ、対象外というか、それでもやらされはしますけれども、はい、まあ、レギュラー取るための猛練習にはならないわけですね。一軍来るための猛練習。安倍はまだ、もう、要は、2022年は一軍にいませんでしたから、本当に一軍来るための練習は1、2軍も含めて強烈だと思うんですよ。これを考えると、もう、練習に、まず今回の自由契約見ると、練習について来れない人を切ったかな。逆に言えば、ちょっと実力が足りない、センスが足りなくても、練習について来れる人、体力、体が強い人っていうのは、チャンスですね。今回は残ってくると思うんですよ。で、これはカープフロントが、新井さんが、それができるのかどうかを見定められちゃうんですね。そうですね。まあ、かつて自分が若い頃、新井さんが若い頃に自分がさせられたことを今度他人にやるってことですね、選手たち。ただ自分はやらされてやって苦しくて大変で、偉い目にあったことを、自分がすごい嫌、まあ当然嫌な思いもしたと思うんですね。結果は良かったですけど、結果が悪かったら最悪なわけですよ。ある意味は。これを新井さんが課せれるのかどうかなんですよ。自分が結果が良かったからあの練習は良かったと言えるけど、
結果が、まあ、悪かったり、まあ、怪我が悪化とかね、そのせいで怪我をしたケースにで、まあ、後遺症になるような練習をさせたわけですからね、はい、山本コーチを押した、両コーチは、まあ、監督コーチは。ね、まあ、当然、あの時の打撃コーチ、守備コーチも課したわけですね。特殊という、まあ、特打という形で。これを、新井さんが、躊躇したらダメなんですよね。あ、なんとなく今のところに言えば、その雰囲気はしますけどね。やってくるはずなんですけれども、わからないんですよ。まだ、秋季キャンプしてないんですよ。で、新井監督自体はまだ顔出してませんので、で、これは、明らかに、実は、間違いなく、目の色を変えて、外から見て、ガンガンに鍛え出してんのが、岡田阪神なんです。ああ。しかも、そうですね。なるほど。だから、平田をヘッドコーチにしたのかなっていうのは、平田ショート、岡田セカンドなんですね。日本一の時に。はい、で、この二人、はい、岡田さん前回の時、ここまで厳しく、守備だけのこととか、口出した練習してないんですね、監督の時は。平田ヘッドも含めて。ところが今回は、もう、内外野じゃないんですよ。もう、二遊間徹底絞りなんですよ。二遊間しか絞ってないぐらいですから。しかも、打撃練習しかとみたいに近いんですね。はい。だから、これを、新井さんが、自分が長打を目指されて、守備が穴だから、徹底的に鍛えられたと。ってことは、守備に問題がある、例えば外野で言うと、中村健人は置いといて、まあ、例えば野間とかね。例えば、まあ、昔、中日の落合の時の森野のレフトの時みたいに、西川とか、はい、若い松髄とか、末金の守備なんか見れたもんじゃないわけですね。その他球団の外野、要は優勝する外野から見れば。これを新井さんが特殊ができるのか、もしくはホームランを打たせるために特打をさせられるのかがかかっちゃうんですね。そのために安倍とか、何人かそのもしやったとしたら、何人かやったとしたらですね、まあ、怪我人が出て、まあ、それで、まあ、選手生命断たれる人が、まあ、10人中3人ぐらい出てくると。なんだけど、3人ぐらいはすごく目を割いてですね、結局カープは強くなる可能性はあります。強くなる可能性があるために、今回ドラフトは、はい、ほぼカープははっきり絞ったのは、まあ、2021年が左がメインなんです。で、多分黒原の目処が立たないので、一応トヨタから左1枚取ったんですね。先発候補。これは多分精神的な問題で、黒原の分は埋めたんだと思うんですね。考え方として。で、あとは、右投手と、ほぼ全員、外野に埋めた。社会人、大学で。で、これは、もう、明らかに、外野はヘトヘトになるまで、打たされるか、特殊が待ってる。チャンネル登録をしてもらうと、励みになります。お願いいたします。